江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら韓国政府中央銀行の資本を猫ババしようとしていたひどいね。はい、それではですね、記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。企画財政部が昨年税収不足が予想されると警告。銀行が金融通貨政策の安定性確保のために積み立てていた法定積立金を活用できるか法的に確認を依頼していたことが明らかになった。機財部が国会審議を経ずに税収不足に対処しようとして軽減積立金にまで手を伸ばそうとした無理があったのではないかという指摘もある。チェ・サンオク副首相兼機財部長官は税収不足対応のために実務部署がそうしたようだと述べた。29日今日里新聞は共に民主党のチン・ソンジュン議員から入手した法律事務所テピョンヤンが昨年4月に機財部に提出した警告銀行積立金の税収納付可能性に関する相談書を公開した。機財部は税収不足が拡大する兆しが見えたことから昨年4月21日に太平洋法律事務所に対し軽減積立金を政府収入として流用できるかを非公開で紹介した。機財部は紹介文で一部から最近の経済状況を踏まえ20兆ウォンを超える軽減積立金の一部を政府収入に充て国民負担を軽減すべきだとの意見が出ていると相談の背景を明かした。昨年4月13日に機財部が発表した実質的な国家財政赤字は1から2月の時点で31兆ウォンに上っていた。しかし太平洋は昨年4月27日に機財部へ不可とする回答を送った。同事務所は関連法上軽減積立金は軽減の損失補填に使われるべきもので政府収入納付など他の用途に処分する根拠はないとした。さらに軽減の積立金を政府収入に納付するには積立金の処分に関する警告銀行法を改正し法令上の根拠をまず整える必要があると述べた。軽減積立金は軽減の危機対応用の非常金で警告銀行法上軽減は毎年純利益の 30% を積立金として積み立てる必要がある。これは機財部がマイナス口座として使う軽減一時貸付金とは異なり法的な流用の根拠は存在しない。軽減は景気後退期には市場に流動性資金を供給して景気を刺激し過熱期にはインフレ抑制のため資金を回収する。積立金がなければ中央銀行としての機能に支障が出る可能性がある。軽減関係者は軽減は無資本の特殊法人であり基礎資本がないため積立金は損失を補填する唯一の手段なので中央銀行が資本不足に陥れば独立した通貨政策の遂行が困難になると説明した。昨年末時点で軽減の積立金は総資産の 3.8% 約21兆ウォンが、スイス中央銀行の総資産非積立金比率は 7.9%、香港 21.8%、台湾 6.7% だ。軽減では適正な積立金規模を総資産比 5%、約27兆ウォンと見ている。賃金は、ユン・ソギョル政権は2年連続で過去最高の税収欠損を予想しながら国会が審議する追加補正予算編成を行わず、どうにかやりくりする方法ばかりを模索していたと批判した。さらに国家財政法の改正など抜本的な対策が急務だと強調した。機財部関係者は共に民主党議員が2021年軽減積立金を税収に活用できる法案を提出したため政府も現行法で可能かを確認しようとしたものと説明した。この日の国会国政監査でチェ副首相も議員が提出した法案に基づき公務員がいろいろ検討を行うのは自然だろうと述べたが、これに対し陳議員は2021年の法案が提出された直後に確認依頼をしたならわかるが2年後に法的確認を依頼するのはおかしいと反論したはい、というね、記事でした。それではですね、こちらに対して警告の反応いってみましょう。はい、それではですね、一人目こちら。触れられるところにはすでに全て手をつけたってことだな。2793-44。国が着々と滅びていく60年代に戻ろうぜ。2354-55。
冷静に見ようよ。今の税収欠損の最大の原因は何？富裕層減税じゃないか。つまり富裕層がその分だけ少なく支払ったということだよな。反対に彼らの財布はその分だけ豊かになったってことだ。だが廃品を拾うような人たちが富裕層の味方をするという信じられないのが今の渓谷の現実だ。愚か者が早く消えればこの国に希望があるんだが。186.6。こんなに無能でずうずうしい政権をいつまで我慢しなきゃならないんだ。174.7。国を先進国に押し上げるのはとても難しいが、滅びるのはこんなに簡単なんだな。大統領を一人間違って選ぶとこうなるんだ。147.3。もうダメだな。渓谷はユン・ソギョルのせいで全てが終わった。106.3。この無知な政府は絶対に断崖しなきゃいけない。今年中に絶対に。88.3。今年ってもうあと2ヶ月しかないよ。売国土の泥棒どもが血税を散々使い果たして何をしているんだ。76.2。もしかして国民年金にも手をつけたんじゃないのか。政府がユンの後始末に必死だな。いずれ国まで売り渡すんじゃないか。72。どれだけむさぼろうってんだこのクズめ。61.2。本当に史上最悪だ。経済のことは何もわからず法律だけ知っている検察官たちが政府の要職にあちこち座っているからな。53.2。金がないのは前政権のせいだと言ってる極右よ。前政権の時は国庫にドルが最も多かった。ソギョルが経済で大打撃を受けたのは大統領になって国のお金で投資していた後輩等株を売ると言った時点で分かってたさ。ソギョルは経済のことなんて全く知らない、ただのバカだよ。はい、というね意見でした。それではですねチャットの反応を見ていきましょう。じゃあ上の方からいきますかね。わお、さすが詐欺国家、やるー、わら。政府がポッケないないしているようではこの国は終わりだよ。渓谷政府も金ないだろうが日本には関係ないね。スマップは断りなんでよろしく、わら。何でよ、しっかりしようよと決まってるやつやろ、しょぼーん。今の総裁なかなかにしっかりした人っぽいから戻さねえだろな、わら。あ、なんかあったね。他のチャンネルのサムネイル見てなんかブチギレたってのあったね。あ、福丸さんかな、どこだっけな。当たり前だろ、わら。そこに手を出したら国が終わるわ、わら。なんかなんだっけ、官銀の総裁がユン政権になんかブチギレたみたいなサムネイルあったね。31兆ウォンのうち渓谷電力はどの程度の負債を占めているの。国民から巻き上げられないから C 国のように預金からこっそりと巻き上げるしかないか。これが尽きた時に特政令発動。こんだけあるんだからちょっとだけとか思って使おうとしてたまであるか、わら。そりゃ頭取も怒りますわ。関係ないところで好き勝手議論されてんでしょ。税収がそんなに減収しているのにお前らはよく言うんが資源開発の予算を削っているとか批判するよな。税収足らないなら C 国みたいに中金罰金取りまくれよ。 W ロ中も減ってウィンウィンやぞ、わら。あと60日しかないけど断崖やってくれる。ついでにゲルにもやってくれ。ユンのやることなすこと反対するから、わら。あなたやめて、それはあの子の給食費なのよみたいな風景が目に浮かぶ。うわ、未だにムンの時の外貨準備高を信じてるやつがいる。プークスクス、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。